キュンです。キュンです。キュンです。皆さんこんにちは。ミフチャンネルのみとハクトとゆめです。はい、ということで、はい、今回は何するんですか。見ての通り体重と身長、はい、身長と体重測定、イエーイ。どうしたどうしたハクトいきなり、まあ、仕切りましたね、いきなり。いや、まあ、はい、久しぶりな、久しぶりじゃない。あ、そうだね、ハクト久しぶりの登場ね。久しぶり。え、何してたんだよ。何しとった。え、まあまあ、忙しくて高校がね。はい。夢は何しようか。遊びでしょ。うん。遊びまくった。はい。ということで久々に。久々。体重と身長変わったかな。え、最後いつ測った。4月ぐらいじゃない。4月。え、そう。高校に入って一回やったっけ。やったっけ。あと。いや、それはやった。ということでじゃあ測っていきますか。はい。行きましょう。で、体重大丈夫？わかんない。真ん中の方。体重はやばいかも、俺も。いや、ハクトは大丈夫だよ。夏休みだから。真ん中の方大丈夫ですか？夏休みだから。夏休みだから。しょうがないです。あ、はい。はい、じゃあやっていきますか。誰か行く？まあ、ハクト。じゃあ、ハクトか？行きます。一番高い。どっちから？いや、じゃあ体重からいく。体重からどうぞ。あ、体重か。重そうな服着てますね。それな、重そうな服着てるね、はい、じゃあどうぞ。ゼロですね。50キロいってるか。いいよ。おお。え、結構変わってくない？変わった。何キロだったっけ？48.6。 46.5 だった前。あ、ちょっと筋肉痛になった。ちょっと腕見して。え？グッてやって。あー、全然ですね。いいよね。で、まだ、またパンパンした。はい、ということで、まあまあまあ、別に。どう？まあまあまあ、感想は。どう？え、まあ、でも、まあまあまあ。もうちょっと太れ。もうちょっと太った方がいい。リメ一言。まあ、ないないです。じゃあ、はい、次。こういう名前で。身長。はい、じゃあ身長。お願いします。うわ、変わってな、俺下に行きはないんで絶対変わってないわ、これ。はい、いけ。はい、かかとつけてますね。これでいい。伸ばして、はい、あおぎで、よし、どうぞ。あ、そうなってますね。はい、 162.5。 ほんとだ。いいよ、話して。はい、 162.5 じゃん。ね、前何だったっけ。え、160。前161。あ、じゃあ伸びとるじゃん。まあ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 、すごい、すごいやん。まあ1000。いいよ、170目指してください。いや、目指すってようだけどね。まあ170いきたいけど、いってください。少ない。はい、じゃあ夢一言。無理です。じゃあ夢一言。一言。はい、恥ずかしい限りです。はい、じゃあ次。まあまあ、恥ずかしい限り。じゃあ夢行く。あ、夢じゃ、夢行くか。まあまあ、夢行こう。体重どんなもんから。ゆうさん、夢さん、どうぞ。夢さん、はい、はい、体重どうぞ。待てよ、待てよ。はい、フライング。はい、どうぞ。おかしい、これ。はい、39.8。やばいって。どうですか。難しいんだけど。どうです、どうです。嬉しい。うん、ちょっと寝起きなんであれですね。寝起きだよ、ほんとに。ういういうい。寝起きだけ。え、どんな気持ち。どんな気持ち。いや、あ、寝起きですね。寝起きですね。はい、じゃあ次。すいません。身長。身長は、身長なんか、身長結構伸びた。やばい。え、ミユイに今勝ちたいって言ったな、ミユイに。でもまだいける。はい、よし、じゃあ行こう。はい、まだいける、まだいける。はい、かかとつけてますね。まだ大丈夫でしょ。待って待って、嘘でしょ。いや、行くよ。うん、いいよ、まっすぐですね。はい、157.6。そうじゃろ。え、157.6、いいよ。あ、150、はい、157.6 です。ねえ、やばいって、やばいって。あれ、伸びとるじゃん。不足でめっちゃ伸びてる、や、やったじゃん。でしょ、やばいんだけど、どうしよう。え、2名、一言ある。うーん、一言。めっちゃ伸びとって嬉しい。嬉しいな。スタイルが良すぎる。え、体重もね。よし、じゃあ次。やだ。はい、よし、じゃあ行こう。言い訳したらダメ。じゃあ言い訳は、はい、じゃあ行きましょう。予想40。やばいんだ。体重お願いします。
痩せたんだけどな。運命の、はい、45キロ。そう、45キロ。頑張って。やべっしゃー、マジ前より痩せとる。43.6。前は45でした。やばくない？でもめっちゃ捨て、やばいね、夏休みなのよ。やばくない？やばい。これ来ましたよ、いい動画撮れました。え、次、え、目標は何キロだ？42。あ、そうだ。え、でも一回行ったんよ。だけど、ちょっと友達と遊んじゃってちょっと太ったかな。リバウンド、夏バテ、まあ、最近ね、多いからね。まあ、はい、じゃあちょっと、はい、身長いきますか。身長いきますか。はい、え、これ伸びてるかな。お願いします、カムさん。私、やりますか。じゃあ、まっすぐですね。きつ、この体勢きついです。はい、124。何言ってるの？待って、嘘つけよ。え、マイナス1センチ。それだったら体重質じゃん。もう一回ちょっと言ってみる。もう一回、じゃあ誤差むずいんやな、はい、ちょっと、あ、失礼だね、はい、これまっすぐなってる、ちょ、はい、まっすぐだね、まっすぐ、はい、155.3。おー、まあもう変わってないね。割と伸びてはないね。155.3。伸びてはないね。です。まあこれからかな。止まった。いや、何回もってことはよ。夢何本だったっけ、川さん。え、抜かした157.6。抜かされたってことで、夢違くない？え、越したやん、もう越した。夢何年生っけ。小6。やばくない？本当にどうしよう。夢越しました。抜かしたいんだけど、え、これから伸びるじゃん。夢なんか、夢ってあれだよ、牛乳大好きだもんな。え、そうなの。温泉行った後もなんか牛乳飲みたいって飲むじゃん。意外で、めっちゃ飲むよ。だからかな。そうそうそう、うん、っていうことで、吐くとも超える可能性あるかもしれない。え、ワンチャン良くない？あるよ、小6じゃけえの。じゃあスタイルいい人目指してください。100、すごいよ。まあ170いくんで、俺が。うん、夢何ぼって言ったっけ、目標。175って言ったっけ。160が目標だった気がする。もう行くでしょ。もう行くやん、あと3センチ。はい、頑張って。みゆの目標は、まあまあ160です。もう無理やろ。何でしょ。何かやってます？ストレッチ。え、身長伸びるためにストレッチ。え、もう3連続くらい同じ記録だけど、ほぼ確かね、うん、吐くとは1センチ伸びたね。まあ、痩せてたから OK です、はい、まあそうですね。ということでね、今回は抜き打ちで、はい、抜き打ち抜き打ちやろ、これ。まあまあ、え、違う、抜き打ちじゃない。取りたかった。何が取りたくなかった。次期抜き打ちだよ。抜き打ちだね。取りたかった、吐くと。あ、いや、取りたくなった。はい、抜き打ちでした。夢は取りたかった。取りたくないです。夢は夢はいっか、うん、夢だけは、はい、夢だけは OK。 はい、ということで、今回は身長と体重測定でした。また見てね。バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。バイバーイ。バイチャー。バイチャー。バイチャー。